総輪装甲車は防衛省が開発していた総輪装甲車96式総輪装甲車の後継として開発が行われたが2018年7月をもって開発が中止された。陸上自衛隊が配備している96式総輪装甲車は自衛隊が初めて本格採用した総輪装甲兵員輸送車だが当初部進行対処 国際平和協力活動等に伴う各種脅威からの安全確保、積載性、拡張性等に限界があるとされる。また防御性向上には、車体の大型化、機関出力の向上、喧嘩能力の向上等が必須で、96式、送輪走降車の改良には限界がある。これらの問題を解決するため、本車両の開発が行われた。なお、 海外からの類似装備の購入について防衛省は第18回防衛省政策評価に関する有識者会議で各種脅威からの防護力等の要求性能に関して総合的な観点から比較検討した結果本事業の優位性が認められたとしているこれに対して有識者会議委員からはその具体性や国産開発の妥当性について様々な質疑が行われている 開発は2014年度から2016年度の間に試作が2016年度から2018年度の間に各種技術実用試験が行われ総試作費は約47億円と試算されていた2017年1月10日に試作者が納入され防衛装備庁のホームページで試作者の動画等が公開された2017年12月26日に 開発メーカーである小松製作所と防衛省は、試作者の防弾板等に不具合があるとして、開発完了時期を2021年年以降に延期することを発表した。2018年6月2日に開発計画が白紙になったと発表され、7月27日には正式に開発事業の中止が発表された。有事やグレー事態といった各種任務に応じて、 負荷走行や RWS を装備することが可能であり、走行兵員輸送車、指揮通信車、戦闘工兵車としての任務に対応可能で、多様な拡張性を備えている。また、開発に際しては既存装備やコッツで、開発期間とコストの削減を行うとしていた。イメージ図では8輪の双輪走行車で、全部右側に操縦席、左側にエンジン、 後部上面に4つのハッチという96式、送輪装甲車に似たデザインとして描かれていた。公開された試作車両とイメージ図の相違点として、操縦席と同じ右側にエンジンが搭載され、左側にはキューポラが直列に2つある。後部上面のハッチは前寄りに大型ハッチが4つ、後ろ寄りに小型ハッチが4つある。車体下部は V 字型になっており、地雷、 移動対策が取られている。車体外角はボルト止めされており、上実のように状況に応じて乾燥が可能になっている。後部人員輸送部と車体の間には切り欠きがあり、CM-32 やボクサー送輪走行車のように後部ユニットの乗せ替えが可能なモジュール方式を採用している。防衛装備庁のホームページでは、標準型以外に通信支援型。 施設支援型が紹介されていた。ありがとうございます。